こんにちは。天板アカデミー堀秀夫です。ヤマト運輸の値上げ構成を見て思ったこと。薄利多売に明日はないということでね。ヤマトはアマゾンの即日配達から撤退と。で今後の価格交渉が決裂すれば、まあ、完全撤退もありそうだという状態でね、えー。ちょうどその撤退って言った7月には日本にいなかったんでね、えー、帰ってきてアマゾンで買い物したら、 え、ね、ヤマト以外の、ヤマト以外ってか、えー、なんだ、デリバリー、デリバリーなんちゃら、えー、頼んだらね、やっぱすんげえ使いにくいしね、えー、ダメだこりゃという状態だったんですけど、ね、次に、ヤマトが配達するように日時指定でやったヤマトが来たらね、お、やっぱヤマトすごいねと、日時ちゃんと合ってんじゃんって感じでね、で、心なしか、あるいは、まあ、 たまたま私の配達をした、えヤマトの方が愛想良かったのかもしれないですけど、なんか配達にこやかにね。あれ、前ヤマト使った時もうちょっとなんか疲れた感じでね、機嫌悪そうだったけど、ひょっとしてね、即日配達から、え撤退してシフトだいぶ楽になってね、え余裕ができたのかなと思いました。もう、でも、ヤマトすごいなと感心しましたよね。その、え撤退するんだやっぱり儲かんないもんね、と思ったんですけど、 まあその前後のね、おおそんな交渉を通しちゃうんだと思って通っちゃうところとかね、そもそも今回のこのヤマトの見直しの発端は、残業代払ってないという一時のね、ブラック企業とかその雇用状態、サービス残業させてるとかね、シフトが約束と違うとか過酷だとかいうところから始まったんですけど、なんとね、それを全部アマゾンのせいにしちゃったと。さらに ね、アマゾン以外のニネシも値上げ通告。で、値上げを飲まないなら荷物を出さなくても結構という高,高飛車な態度と。いや、これはなかなかできることじゃないですね。えー、ヤマトのトップは経営者の鏡だと思います。こんなゲートは多分ね、えー、アマゾンじゃないですね。これ、ヤマト以外にはできないと。まあ、ヤマトの残業代不払い騒動以降に起こったこと。ね、まず、アマゾン即日配達からの撤退と。ね、えー、料金見直せと。 で、値上げを要請して、交渉を決裂してね、まさかアマゾンもね、えー、すごい自分のとこの売り上げでかいんで、まあ、あの、飲むだろうと思ったのまあ、撤退とは思わなかったでしょうね。えーまあ、ただね、ヤマトの場合、そもそも三越から撤退したというね、えー、前例があるんで、あの時の三越からの撤退に比べりゃね、今のアマゾンなんかへでもないというぐらいの感じなんでしょうね。で、直日配達から撤退したと。 そもそもですね、ドライバーにただ働きさせることと、アマゾンは無関係のはずなんですが、まあ無関係というかね、アマゾンの料金が安いからドライバーにただ働きしなきゃ、させなきゃ合わないよということなんでしょうけど、まあ、それは別にアマゾンのせいじゃないと、ねえー。それをアマゾンのせいにしてね、成功するところがさすがね傲腕で巧みなヤマトの広報だなというふうに思いました。で、次にね、 もう勢いに乗ったところでも、一般入主への大幅値上げ通告と、ね、これ構想じゃなくて通告ですからね、えいくらにしてくれませんかじゃなくて、いくらに変更ですって、飲めないならもう荷物出さなくていいですというね、もう殿様ぶり。で、実際なんでこういう殿様ぶりができるかというと、今や配達品質、配達拠点とかね、えドライバーの数とか車両の数考えると、ヤマトもう、 卓球、えー、便業界で品質的にはもう独人勝ちとね卓球瓶専業ってのはね逆に珍しい業務形態なんでヤマト以外にないとね言っても過言じゃないですねそうなるとねもうああうちしかいないんじゃんと冷静に考えたらねら何言ってもひょっとして飲むんじゃねって思ってやったらねその通りになっちゃったってことなんでしょうねでそれからもうねなんか調子こきすぎじゃねえかと思うんですけど 大口、入受け人へのね、配送条件解約の通告と、ねえー、ドライバーの労働環境を、ね、改善するために、もう個別に会社まで運べませんと、ビルの入り口で、えー、取る部署を作れと、ね、そこまでやるかって感じなんですけど、通しましたね。恐れ入りましたね。 だってそもそもね、広告を仕掛ける側であるはずの、イメージ、いいイメージを作るために金をもらってるはずの電通ですらね、えー、地雷を踏んでしまったブラック企業のレッテルを払えるローム問題。これをね、ヤマトの場合はアマゾンを悪口に、悪者にして、一気に経営体制を万全にしてしまったと。ねえー、値上げにしてもね、アマゾンの即日配達、えー、受付やめにしてもね、 えー、大口、に受け人へのね、えー、配達環境の解約にしても、何の前触れもなくやったらね、えー、飲まれないというか、叩かれる材料なのに、まあ一気にね、アマゾンのせいにして全部解決しちゃったと。恐ろしい経営センスですね。で、まあその前提になっているのはもうね、薄利多売に、明日はないというね、えー、いうことで、まあ例えば、 ダイソー、ね、絶好調ですけど、ダイソーに依存した老舗企業は潰れたと、ね、えー、井上工業、ね、老舗企業で、ね、100円ショップ向けの産業商品、一手に引き受けてたらしいですけど、まあ、その強い立場を利用することなく、ね、ただ、今までの仕事の延長線で、まあ、一緒に伸びてきたとかね、えー、そういうのんきなことを考えてて、えー、そのまま潰れてきましたね。で、隔離た場合で一社に依存するのは危険だと。 で、それを何よりも分かってるのは、まあ、かつて三越に依存していた大和運輸。ね、えー、山と運輸の山がカタカナじゃなくて漢字だった頃にね、山とはもう終わりだとね。ね、えー、三越に、ケツまくっちゃったよということだったんですけどね。そこからね、驚くような復活を遂げて、今や、ね、え、山とホールディング。まあ、ほぼ盤石の体制ですよね。で、まあ、 Amazon 切ったらね、売り上げ減るんで、まあ、もしかして、ね、株価下がってたらで、ね、面白いんじゃないかなと思ったらあ、株買っても面白いんじゃないかなと思ったらねえ、全然面白いことになってなかったですね。あんま下がってないですね。上がったり下がったりのその範囲内でしか動いてないと。ね、なぜなら、株式市場を投資してる人はね、まあ、どういう企業が儲かって、どういう企業が儲かんないかっていうのは、分かってる人が多いんで、まあ無反応と。 儲かんない仕事切ったって別に売り上げ減るかもしんないけど関係ないじゃんって。キャッシュフローは回ってるし、えー、ということでしょうね。でそしてな、それより何より商品やサービスを値上げして潰れた会社はないと。だいたいみんな値下げして大きく伸びて潰れてきますんでね。逆に値上げして縮小して利益を上げるんだったら、この方向で潰れた会社は今までないですね。で、プラス、ね、値上げして 客が減ってくれれば、荷物が減ってくれればね、そのできた余力で何か儲かることやろうかなというね、利益アップへの可能性も広がるんで、まあ大歓迎というところでしょうね。まあただ、日本という小さい市場だとね、どうなるかわかんないんで、どこまで伸びるかわかんないんで、株の投資はあんまり美味しくないねと思ったんですけど、まあ、経営としてはすごいなと。で、ヤマトの経営ね、そんな大きな会社の経営は私たちには直接関係ないんですけど、 もう、えー、儲からない仕事を断って売り上げ減らすと、そして儲かる事業に注力する。もうこれはね、えー、経営の教科書には書いてあることだが、本当に実行するのは難しいと。で私たちレベルに落とすと、ねえー、物販で儲からない商品を扱わないと。ね、で儲かる割りの良る商品に注力する。そのためにやるのはね、まず儲かる割りのいい商品を見つけて、でそれで儲かった、えー、儲からない商品を切るんじゃなくて、順序を逆にしないと入んないですね。 えー、儲からない仕事を辞めて、空いたお金と時間で儲かる商品を買うという風にする。で、これはね、ヤ山本運用はできましたけど、まあ普通の企業はできないと。っていうことはなぜかというと、まあすごい度胸がいるというかね、えー、実際そのためには、えー、身動きが取れなくなっている会社も多いです。不採算店舗をね、えー、閉めて採算が合う店舗だけにしたいけど、不採算店舗を閉めるとね、その保証金も返さなきゃいけないし、 え、閉めるためのね、医薬金も払わなきゃいけないしというと、それが払えなくて何もできなくて潰れちゃうというところも多いです。ところが、私たちのような物販はね、えー、別に従業員を30人使ってますとかいう人はね、いないと思いますんで、この商品はもう扱うのやめようと、ね、決めるだけで扱うのやめられますんでね、えー、儲からない、リスクの高い商品の扱いを減らして、まあ、その分で儲かる商品を探すというようなね、 え、形でやっていった方が、利益は上げやすいという形です。何しろ私は、同じ100万儲かるならね、1億売って100万儲けるよりも、できれば150万売って100万儲けるとかね、200万売って100万儲けると。売り上げはね、少なきゃ少ないほど、取引数は少なきゃ少ないほど、トラブルは少なくなるんでね、そういう方向でサポートしてますんで、まあ、今後、私がアドバイスしたことで、 それじゃ売上減っちゃうじゃんというときはね、考え方の前提として、儲からない仕事はね、やんない方が余力ができていいという考えがあるということを覚えておいていただければなと思います。また、この件については、あるいはね、ご質問あればお気軽にお寄せください。以上、天馬アカデミー堀秀夫でした。